コーチの人とその、中1とか他のスクールでもやってる人はもう一つ聞いておいてほしいんやけど、そのもらい方ができない時とか判断できへん時あるやんか。例えばこう言って、どうしようこうもらってしまったとかね、逆にわざともらい方を両足でディフェンスがどう出てくるか分からへんから、わざとこういうふうにディフェンスに対してリンクに対して変更にもらう、これポストプレーなんかでもよくやるんだけど、わざとこういうふうにもらえます。だから両足でもらったら、あのどっちも軸足できるやろ、どうかよ。例えば両足でもらわれてしたら、T 表さ、こっちどっかな、こっちかな、こっちかな、どうすると思う？分からんな。こうもらったら大体こっち来そうっていう感じがせえへん、ディフェンスとしたら。この時点で携帯で読むやろ、こう来たら頭こっち来ようなバーっていくの、チャージング狙ったり。逆にこうやったらどうするの、こう来たらどうする、こっちやなってバーって読むわな。だからそれを逆にもうワンランク上のレベルになったら、わざとどうしてもらう、どっち軸足にするか分からへん。で、どういうことかというと、こっち軸足にしたらどんなプレーできるか、当然こうもいけるし、こう行くと見せかけて、こっちに重心かけるな。だからこっち来そうやな。行くで、こっち。いいの？はい、こっちでした。わかる。こっち軸足のプレーも両方行きます。で、こっちが外側やったら、この時点で両方わざと降りてるから分かれへん。この時点でさあ、今度こっち軸足やから、さあどうするかなっていう時に、こっちに行かれる。と見せかけて、こっちに体を寄せといて、リバースターン。こう、パン。わかる？その両方が使えます、ね、だからこういって、さあどっちかな、はいこっち、あ、さあどっちかな、はいこっちっていう風に両方軸足に使うことで、こっからこっちの一歩分と、それからこっち側への大きい一歩分を使って攻めることができますんで、だからできる子はそれ練習してあげて、わざとこう力ボールもらって4パターンやな、内側軸足で外リバースの速いターン、ね、敬語こうならないようにな、ドーンと大きくならないようにちっちゃく回れる。で、こっち側軸足でも外側軸足でもこっちに入っていくのと、入るふりしてリバースに、ね、4パターンあるから、さっきの3つができてるレベルの人はそれはそれで集めてその練習やってあげてください。で、センターやったらセンターでも一緒やけどね、ハイポストでもらう時でもこうやってもらってもこうもらうときもあるけど、わざと両足でトスアップしてもらっといて、ディフェンスがこう来るんだったらバンッと打ちに行ったりとか、それをあまり上手でないコーチとかやったら、もう両足でもらってこうやってとりあえずこういってどっちまでもらいなさいみたいな教え方してある人は、接触してる状況で攻める得点取っていくっていうのは難しい、特に中学のレベルだな。だからそれやったらこのディフェンスをバンッと振り切ってもらうように、違う場所で勝負する方が、あのシュートが楽に打ってるから、接触した状況でシュートするの難しいから、こうやってこう来てこう来て、なかなかシュート入りにくいから、ね、相手を抜き切るということを意識してやってくださいということで、いろいろ言ったけど、それぞれのレベルでちょっとコーチの人をアレンジしてもらってやってください。高校生も教えれる人は教えて入ってください。で、それをそうね、20分目のレベルに合わせて、それからまた